まあ最後だし思い出話でもするか。わしは憎しみの塊だった。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後もわしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。口寄せの術！人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がねえ。だがな、お前だけは違った。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりたいと思ってる。幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。勝手に思い込むんじゃねえよ。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。本当に最後の最後、正真正銘の僕の。クラマ、頼む。そろそろ最後の敵が来たようだ。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。お前とは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルトよ、お前勘違いしてないか。代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。俺たち美獣は名前でなんて呼ばれねえ。クラマって、クラマってんだ。クラマ、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 クラマだ。クラマ、クラマ、行かないでくれ。クラマ、うるせえよ。お前こそ俺の保護者気取りだよ。似たようなもんだ。そういう